アメリカ陸軍分隊マークスマンライフルは、より長射程で、正確な火力支援を、不評体に供給する M16 自動小銃から回収された、セミオートマチックライフルである。アメリカ軍は継続して、小隊や分隊レベルでの戦場ついての配備を行ってきた。特に、アメリカ海兵隊は、この目的のために、分隊上級いてマークスマン及び、 アメリカ海兵隊分隊上級いてマークスマンライフルの実験を行ってきた。第三不評師団はこの例に習い、分隊に一人ずつの分隊船抜いてを配備するべく、訓練計画を練り、分隊マークスマンライフルを開発した。SDM は分隊にとって不可欠であり、小獣手として任務についたものが、船抜いてとなった。SDM は長距離で敵と交戦するわけではないが、 その代わりに小銃手の射程のやや外を正確に狙撃して直接分隊を支援する訓練を受ける。アメリカ海兵隊のサム・アールと告示していた第三不評手段の SDM-R は精度の高い M16 からアメリカ陸軍射撃部隊によって作られ、俗にアミューライフルとして知られていた。SDM-R は一つの手段のために作られただけであり、 陸軍全体のプログラムではない。ライフルは、分隊レベルで600メートルまでその能力を発揮し、マーク12特殊目的ライフルやレッキーライフルの開発に至ったアメリカ特殊作戦軍の要求とも類似している。アーカンソー陸軍周兵の周兵射撃訓練センターでは、キャンプジョセフティー・ロビンソンで14日間の分隊船抜いてコースを行っている。 兵士は上官の監督か M16A4 で1500発以上の射撃を行う。消火器予備役グループタスクフォースはテキサス州キャンプブリスのサーグアカデミーで1週間の SDM コースを運営している。インストラクターの多くはプレジデンツハンドレッドタブを有している。第82空挺手団は M4 カービンをベースとしたバージョンを調査した。ダグラスバレルの重心は 長さ 460mm で溝が掘られており、203mm で1回転のものを使用する予定であった。ミッドレンジガスシステムと共に、ダニエルディフェンス社製 M4 で L9.0 が使われる予定でもあった。しかし、この努力は実現することはなかった。ありがとうございます。